人手が増えて嬉しい限りだね。 もう他の皆は？ みんな支度は済んでるよ。 ハンを殺せるのはこの対馬にあんたしかいないって先生が言ってた。 一人では無理だ。 しかも策がなくては。 あいつは手下を従え港にいるよ。 まず守りの穴を探さねば。その先にあるハーンの隠れ場もな。鳥にでもなれたら楽なのに。いいところがあったよ。闇が味方のうちに立とう。泉の港、かがり火台からならよく見える。登れればだけど。気づかれなければよい。いざ行くぞ。なぜハーンは泉に来たの？対馬から本土に渡り、蹂躙するつもりなのだろう。今を逃せば止められなくなる。この花って、俺の毒の元となる花だ。猛虎が摘んでいったんだね。我らを殺すために。毒を使ったこと悔やんでるかい？浅はかだったことは事実だ。真似されるとは思わなかったろ。資料を重ねれば大勢を危うくせずに済んだ。そうだね。ハーンを殺さなきゃ。すぐ攻め入るのは無謀。崖側から回り込むぞ。物見の裏を書くのか。いいね。Look, Tang Twin. Been in that ground, Tang Twin. What's your footsteps, samurai?
樽の中身は何だろう。火薬かな。花だ。毒用の。一樽で何百人も殺せる。ハーンは本土で使うつもりだ。対馬から出してはならん。かがり火台から港を物見しよう。先に行って。海を見ないでよ。嵐の前の静けさ。こちらの利になるやもな。今は火を消したままにしておくと、もうこの船の目指す印になってしまう。やつらが去ったらつけよう。さあ物見と行くか。こっちだ。良い案が出ると良いが、港の長の屋敷、あれがハーンの隠れ家かもな。船着き場にも水軍にも近い。賢いね。鳥が弧を描いておる。何かが来るのを怖がってるみたい。嵐だ。じき陸に降り立つのだろう。あそこに旧兵を置ける。猛虎を丘に誘い込むの。騎兵に囲まれてしまうだけか。あの辺りに兵はおらんな。開けてて守れないから。だが不意打ちには申し分ない。あの岩場から猛虎の水軍を見て取れる。ヒヤリがあれば船を真っ二つにできるのに。ハーンは本土に向かう手はずがついておる。船には兵も火薬も積んであるだろう。俺の毒も。島で止めねば日の本が危うくなる。大風がいつ来るかが肝になる。大風が来ればハーンは船を止めねばなるまい。その時仕掛ける。船も積み荷も壊してやる。そのためには兵器を盗まなきゃ。お主ならば安きこと。ふん。その後はどうする。小勢が猛虎の気をそらし、俺が港に忍び込む。そしてハーンを撃つ。いい策だ。では上額で司祭を決めよう。ダメだ。わざわざ言うな。太刀の切れ味を鮮やかに生かしましょう。いちいち大げさだぞ。本当のことだ。お犬様は太刀を取られて牢に入れられちまった。もうおしまいだ。いい知らせがあるよ。
どうして猛虎は城を二つとも手放したんだ。策が出たのか。ケンジがヒアリを盗めそうな場所を見つけた。今から向かう。幸先が良いな。だが兵の数が足りん。ダメだ。叔父上もハーンを葬りたいはずだ。ご加勢くださろう。捕まって牢屋行きだ。では叔父上に宛て文を残せばよい。城は侍だらけだよ。蹴取られる前に城を出る。よし、叔父上への文が書けた。城へは馬に乗っていかなきゃね。死んだ馬にはかなわないけど、こいつらも使ってやって。わかるな。仲良くしよう。名前は何にする？ノブ、誠の心。いい名だね。どうやって城に忍び込むつもり？あそこで育った。城壁の抜け道は全て覚えておる。子供の頃よく叔父上から隠れたものだ。かけろ、ノブ。
さあ来い。
人、何をしておる。ああ、夕げの魚を取っているんです。素手では取れぬと分かっておろうに。叔父上にご子息が生まれたら私は捨てられますか。人、妖霊、思い違いをするな。わしは生涯続くこの道をお前と歩んでいくぞ。何があろうと。崖側には物見はおらんな。また冷たくなった。物見を殺せば化け物になり下がったと示すだけ。志村さんが後ほど主格で演説されるぞ。士気を高めるため、いよいよ藩と刃を交える時か。鍵縄を使って橋の下を通るか、または何か他の手を探すか。
絹売りの荒太郎、覚えてるか。あいつクロードの毒を手に入れて止めに持ったらしい。唯一の商売敵だったからな。止めがかわいそうに口から血を吐いて死んだらしいぞ。だから2を調べられた。中身が何かわからんだろ。死後村様を裏切るわけないのによ。俺もさ、だけど今は我慢しなきゃな。毒屋にも当たるでな。叔父上、気取られてはならん。お前と劇を飛ばしたかった。陣、恨むぞ。引き締まる思いです。猛虎は対馬で食い止めねば。将軍様のおわす本土を危うくさせてはならぬからな。猛虎は酒井殿と同じ毒を作れるようになったとか。そんなお口にするな。お許しください。あやつのせいで敵は民を毒で殺す術を得た。猛虎は島に災いをもたらした。次こそは逃しません。城内をくまなく見張り、何かあれば知らせ。承知いたしました。夜を通して見張りましょう。目指すは最上階。今なら忍び込める。猛虎が敗戦を喫したらしく、どちらも酒井、いえクロードめの仕業かと。いかがされますか。クロードの処罰は後回しだ。猛虎を撃ってから考える。しかし将軍様のご下旨は。言われずとも分かっておる。なれど今は猛虎を撃つことが先決であろう。仰せの通り。藩の居所は突き止めたか。北へ送った石膏が戻らず、捕らわれたか殺されたか。行き先は分かるな。足跡のいざなう方へ軍を進めてみよう。
お目に留まりそうなところに。出会え。叔父上、お目にかかれぬことをお許しください。ハーンの水軍は泉に集まりました。本土を制するに足るだけの兵と毒を積んで、しかし大風が来ればその時こそ猛虎を打ち船を沈める時。何とぞご加勢よ。そしてまた間見えんことを。父とことは申さぬまでも、歩む道を違えた武士として、叔父上がいかがお考えになろうとも身内には変わりませぬ。誰が相手だ。